ピリカダム、ピリカ温泉奥、ピリカ温泉露天風呂今金町は、北海道南西部、日山振興局北部にある町。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。北部には、おしゃまんべだけ、かにかんなどの山岳地帯である。町の全域が一級河川シリベシとしべつ川の流域である。 海には面していない。1893年同地に入植した今村藤次郎と金森石郎の名字から、男爵芋をはじめとした畑作のほか、稲作、落農、林業が中心。特別支援学校かつて存在した、高校中学校かつて存在した、中学校小学校かつて存在した、小学校住吉小学校は2007年に取り壊された。 認定子も園町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道函館本線国の駅。廃止された鉄道路線1987年3月16日に廃止された国鉄瀬田ナ線が町内を通っていた。町内にはピリカ駅、化石駅、北住吉駅、種川駅、今金駅、 上級駅が設置されていた。現在、化石駅北住吉駅間の軌道跡の一部は国道230号になっている。北斗交通が夏季と年末年始に運行していた札幌市方面都市間バスは2018年度をもって休止。ありがとうございます。